です。デスペラードファイトボリューム5 OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー9戦全勝 2KO 勝ち122パウンドバディ所属 WBA 世界スーパーバンタム級14位WBC 世界スーパーバンタム級12 OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオンオブニエユキノリ。オブニにとっての3度目の防衛戦です。青コーナー22戦19勝 5KO 勝ち3敗122パウンドフィリピンスーパーバンタム級5位全 OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオンチャレンジャー OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級11ロリーガスター。小国の前のチャンピオンです。ロリーガスカ挑戦者としての小国との対戦となります。フィリピンエドワルド・リガス同じくジャッジ韓国ファン・スンチョル。ご覧のようなレフェリーそしてジャッジとなっています。東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦神戸参謀ホールからお送りしてまいります。チャンピオンの小国対挑戦者ガスカ。東洋太平洋ライトフライ級チャンピオンの宮崎亮選手そしてスポーツライター城島満さんのお話を交えてお送りしてまいります。まず宮崎さん、はい、同じ東洋太平洋のベルトを持つ者として、はい、この防衛をする、はい、そのプレッシャーまずありますよね。それはやっぱり、ね、取るときとまた守るときの気持ちが違うんで、はい、つまりその気持ちは入れ替わってのこの再戦となります、はい、試合開始のゴングが鳴っています。城島さん、はい、この試合どんなところにこう注目を置いて見ていかれたいですか。そうですね、まず序盤、まあ、ガスカがどう出てくるかですね、はい。まあ、あの試合の後小国選手は本当着実にキャリアを積んでしかも大橋さん、はい、セレイさんすごいこう強豪相手に見事な勝ち方してますから、はい、そのキャリアの積み上げがどういう方向にいってるのか、うん、あるいはもうガスカもこう負けた後2ヶ月前ですかね、あのロシアであのサーシャ、はい、サーシャパックにあの日本でも戦ったことありますし、はい、並びされてる選手ですけれども、うん、マイナータイトルですけど IBO の決定戦という形に出て、はい、フルラウンド行ってますから、はい、そういう意味ではキャリアをまた分厚くしているので、うん、まあ、単なるリマッチプラスそういうその後の2人のこう積み重ねをまた見る機会でもあると思いますね、はい。ロリガスカは今年の9月にサーシャバックスを相手に12ラウンド判定負けではありますが、しかし高島会長はその試合のビデオを見たと、一方的にはやられていたし、まあ、攻撃の嫌な根本的な部分は変わっていないけどという話がありました。まあ、いろいろと変化もあったでしょうロリガスカです。宮崎さん、はい、宮崎さんもタイトルを取ってからずっとこの小国選手の試合をご覧になられていますけれども、はい、宮崎さんからご覧になってこの小国選手のこう良さというのはどんな部分ですか。小国の良さっていうのは、はい、まあ、安定したボクシングですね、はい、あのこれといってズバ抜けてるとかないんですけど、ええ、でもこれあの 悪いあのとこもなんか見当たらないというか、はいはい、まあ、バランスの取れた選手なんで、うん、やっぱ崩しにくいのは崩しにくいと思うんですよ、はい、まあ、バランスが取れた、つまり言い換えれば、まあ、穴がないと言いますか。そうですね、つまり言い換えれば非常に安定したボクシングを見せてくれるということなんでしょうか、はい、まあ、穴を、うん、ね、ガスカが見つけるのか、うん、この試合は、はいはい、右のストレートを出しました小国です。左の服しかし強烈に返していきましたロリガスカです。気合入ってますね。入ってますか。ナイスフランドボディです。いいボディがありました。アッパー、そして左、しかし返す。
お互いに第一ラウンドから、まあ、一度対戦した者同士、ジョージバさん、はい、激しく打ち合ってますね。そうですね、前回の対戦では小国さん試合前に6ラウンドと痛めていて、そうですね、本当スパーリングが1ラウンドもできないような、はい、こうフックを打つと痛くて、うんうん、ストレートしか打てなかったという風な状況でしたから、はい、まあ、今左のボディの打ちましたしね、ああいうブローがあまり前は打てなかったらしいですから、はい、ですから前回のロリガスカと対戦した1年前とはまた状態が違う小国幸典です。あの時は練習があまり十分にこうできていなかったと聞いています。第1ラウンドが終了しました。東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチの12回戦、神戸参謀ホールからお送りしています。赤コーナーにチャンピオンの小国幸典、バディジム所属です。プロこれが10戦目。ご覧のように東洋太平洋スーパーバンタム級のチャンピオン、過去2度の防衛に成功しています。3度目の防衛戦はタイトルを獲得した時の相手、前チャンピオンのロリガスカです。そのロリガスカ、フィリピンから再びこの神戸のリングに乗り込んでいます。ロリガスカはここまで22戦19勝、3つしか負けがありませんが、そのうちの1つの負けが現在チャンピオンの小国幸典、その時にはタイトルを失う形になりました。現在は東洋太平洋スーパーバンタム級の11位に位置しています。身長164センチ、小国とほとんど年齢変わらない23歳という若さです。第2ラウンド開始のゴングが鳴っています。小国幸典チャンピオン、そして挑戦者ロリガスカの一戦をお送りしています。放送の解説は東洋太平洋ライトフライ級チャンピオン宮崎亮選手、宮崎選手は4度の防衛に成功しています。そしてスポーツライター城島充さんのお話でお送りしています。宮崎さん、はい、まあ、同級生でもありますけれども小国選手、まあ、先ほど小国選手の特徴も話していただいたんですが、はい、今日この第1ラウンド開始早々からご覧になったらいかがですか。白熱してますね、はい、もうね、やっぱ取られたっていうのはだいぶ悔しいでしょうね、うん、だいぶ気合入ってますね、ガスカ、はい、前回のセリエ選手やそれからその前の大橋選手の試合もご覧になっていますが、その気合度というのはどうですか、前回などに比べますと。まあ、オグニは、まあ、一戦一戦ほんまに成長しているので、はい、まあ、僕が押しているのは、うん、オグニのノーモーションの右、あ、はいはい、まあ、今日もうね、これで試合が決まればと、はい、思っているんですけど、まあ、まさに城島さん、はい、先ほど宮崎選手がお話ありましたけれども、はい、とにかくストレートで一発でこうパンチを倒す機会というのは十分にありますよね。まあ、ガスカ戦がまさにその、まあ、5ラウンドですよね、はい、のでしたけど、まあ、その時はあのラッキーパンチだって言ってたんですけど、その後大橋さん、チェリエさんも続けて右で倒してますから、はい、そうですね、すごい本当めくってきますね、まあ、このタイトルマッチでは挑戦者としてもチャンピオンとしても常にダウンを奪い続けてきた小国幸典です。まあ、衝撃だったのは前回の7月のセリエとの試合、この時も第2ラウンドにダウンを奪っています。オグに付き合いすぎですね。あ、そうですか、はい、どんな部分がこう付き合いすぎなんでしょうか。ちょっと接近戦の部分でちょっとね、振られて、はい、打たせてるっていうなんか部分もあるんで、ええ、ダメージ残ってくるんですよね、やっぱり、はい、最初から打たせたら、うん、これしか距離取ってリードを取った方が僕的にはいいと思うんですけどね、はい、ロリガスカの右ストレートです、はい、さあボディを強烈に放ちます。ミラパー、城島さん、はい、城島さんも同じように映ってますか。そうですね、まあ、でもこのまで近いのはやっぱボディをよく打ってますよね、今の左右、そうですね、はい、ナイスですね、はい、しかし強烈にボディガスカも打ってきますね。挑戦者もやはりその強さは健在です。前チャンピオンの挑戦者ロリガスカ、現在2度の防衛に成功しています。3度目の防衛戦、小国幸典。第2ラウンドも残り時間10秒切っています。パンチの一発一発が非常に迫力ある中で第2ラウンド終了です。第2ラウンド終了、ここまではダウンはまだ奪えていません小国幸典です。宮崎さん、はい、この小国選手、
本当にこうダウンを奪うだけの十分な力がある中 で、ね、ちょっと先ほどは付き合いすぎているというお話がありましたけれども、はい、これは小国選手らしくないと見ていいんでしょうか。そうですね、うん、らしくないというか、はい、せっかくねあのリードもあるんで、しっかりその距離でねいつもねロングの距離で戦って右で最後倒すっていうボクシングしてるんで、ちょっと相手にちょっと飲み込まれてるっていうか、リズムがちょっと相手の方に行ってますね。はい、まあ、先ほどリードというお話ありましたが、小国が173センチに対しガスカは164センチ、まあ、そのリーチの差があるんですが、ちょっとやはり付き合いすぎてる部分あるかもしれませんね。そこをもっと活かしてほしいですね。第3ラウンドに入ります。城島さん、はい、ロリガスカも前回同じく神戸サンボホールで小国と対戦していますけれども、はい、どうですか、こう何かこう印象の部分で変わってる部分ですとか、まあ、やはり序盤、はい、前回よりも、うん、手数も多いですし、一発一発に力を込めてますよね、はい、前回もああやって叩きつける右ですとか、うん、左フック強いのありましたけれども、はい、今の右ですね、そうですね、あのオーバーハンドが一つガスカ選手の、まあ、切り札というか、はい、サンデーパンチの一つですね、うん。田野さん、はい、まずチャンピオン赤コーナーの小国陣営です、はい、近づきすぎだと一回離れるというシーンです、うん、さらに打ち終わり向こうに間ができるからそこを狙って打っていけとのことです、対するチャレンジャーの青コーナーロリガスカ陣営です、はい、ジャブから右アッパーを決めろとの指示が出ました、はい、以上です。まあ、今リポーター丸さんから話ありましたけれども、やはり宮崎選手の見解とほぼ同じですね、はい、まあ、距離を取れという意味では、まあ、一つ一度リセットしてこの第3ラウンドに入っていることでしょう。少しは冷静になって戦ってほしいですけどね、はい、ちょっと熱くなっている部分もあると思います。まあ、そこで付き合ってしまった部分もあったでしょう、はい、ナイスです。ナイスなパンチこだましています。神戸サンボホール、はい、ね、ちょっと止まりましたね、はい、いいパンチが入って、そして相手の動きを封じていきたい。第3ラウンド残り時間折り返して1分30秒を切っています。少しは落ち着いてきたのかなという印象がありますが、宮崎さん改めていかがですか。そうですね、まあ、少し落ち着いてきた感じです、これ、はいはい、このボディでいつも試合組み立ててってるんで、はい、しっかりロングの距離で、はい、そして決め手となるストレートですね、はい、ボディを放ち、そしてまた距離を取りました。チャンピオンの小国です。カスカ選手振ってくるんですけど、ええ、少しちょっとオープン気味なんでね、おい、はい、ダメージがまっすぐ浅いと思うんですよね、ええ、しっかり握ってる選手だったらものすごく硬くて効いてくるんですけど、はい、少し僕らからちょっとオープン気味かな、あんまりオープンになると、あ、いいボディです、はい、オープンになるとあんまりこう効果としては良くないわけなんですね、ええ、芯に残らないというか、うん、中から効かせていかないとね、はい、また距離を取ります。チャンピオンの小国です。もうここでリードですね、やっぱり、間が空けばリード、はい、しっかりジャブ、あ、強烈に顔面狙ってきたのはロリガスカ、そのパンチを受けながらもしっかりとディフェンスしていたチャンピオンの小国です。東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦、解説は東洋太平洋ライトフライ級チャンピオン宮崎亮選手、そしてスポーツライター城島満さん、お二方のお話でお送りしています。まず先に城島さん、はい、この第3ラウンドまだ序盤ではありますが、どうですか、ご覧になっては。3ラウンド良かった、2ラウンド良かったですね、なかなかそのガスカ選手は思い切って振ってきますけれども、はい、宮崎翔陵に右のボディですね、うん、ロングから伸ばすボディ良かったですし、まだ右は上に持っていってませんので、はい、いつどのタイミングでいつものあの右が当たるのか、ご覧のように先ほどのラウンド間の様子、ラウンド中の様子をご覧いただいています。思いっきり振ってますね。そうですねぐいぐいと攻めてくる、そんな挑戦者ロリガスカです。第4ラウンドに入ります。ガスカ選手が、うん、まあ、どんだけ、ね、ええ、もうこの元気を持つかと、はいはい、かなり飛ばしますよね、かなり飛ばしますよね、
もし判定考えてないですかね。もうこれも一気に決めに行くぞと、はい、とにかく KO しか頭にないと、そんな思いからでしょう。ロリガスカ、それもそのはず、同じこの神戸サンボホールのリングでベルトを失ったその対戦相手が今目の前にいます。襲いかかるロリガスカ、ここはロープを背にしてガードします。小国ガードの上からでも関係なし、お構いなしというロリガスカです。1ラウンドからあんだけガスカ選手が振ってきてくれてるから、はい、オグニも慣れてきてると思うんですけど、パンチの強さに対して、はい、ボクシングっていうのは外を打てば内を打たないと効いてこないんで、はい、常にずっと今ガスカ選手が外をばっかり打ってくるんで、はい、致命傷にはならないですね、となるとどこかでその変化を加えてくるということも考えられますよね。どうですかね。結構ガスカ選手も熱くなって冷静になってないですか、ね、なるほど、そういった気持ちの面でのコントロールが難しくなるんですね、この試合でも気持ちでぶつかり合ってると思うんで、左のジャブ的確なパンチを出します。チャンピオンの小国完封です。堂島さん、はい、一方のチャンピオンの小国の姿というのは本来になるといかがですか。いいですね、今もワンツーサイド左を下に、はい、返し、右ストレートしかしすぐに返した、はい、今日はボディをよく叩いてますね、そうですね。宮崎さんも同じくやはり早い段階から今日はボディをしっかり打っているなと言われされてましたね。はい、ここ、はい、ですね、ボディを、うん、意外と海外選手ってボディ弱いですよね。あ、そのボディを打たれることによってその後後に効いてくる部分があるんでしょうね。やっぱ僕もやっぱボクサーとしてやっぱ効いてきますよね、はい、あ、そうですか、はい、打たれていったら、いろいろとスタミナを奪う面でも効果的という話は聞いています。そのボディを中心にまた左、確実に捉えました、チャンピオン。右のストレートです。今下に集めてたら、ね、あの上が次当たりやすいと思うんで、ラウンド終了のゴンが鳴っています。第4ラウンドが終了しています。大きく息を吐きました。深呼吸をするこちらチャンピオンの小国幸則です。88年の5月19日生まれの24歳、地元は兵庫県の赤穂市、2009年の11月にデビューしています。高校時代は神戸第一高校でインターハイ3位でした。その後アマチュアで歴戦の強者と実力を発揮して、そして鳴り物入りでプロデビュー、プロ10戦目にしてまだ負けなし、3度目の防衛戦、現在は東洋太平洋スーパーバンタム級のチャンピオンです。今日放送の解説いただいています東洋太平洋ライトフライ級チャンピオンの宮崎亮選手も88年生まれということで同級生になるんですよね。 はい、ですからまあ高校時代もよくご存知だと伺ってますけれども、実は対戦経験が終わりですよね。ありますね、はい、あえて伺ってよろしいですか。はい、全然よろしい、はい、実は宮崎選手が2度敗れている、まあ、なかなかアマチュアで負けがなかった、その宮崎選手が敗れた相手が今リング上の小国選手です、はい、そして先ほど第4ラウンド終了時点でオープンスコアシステム、改めて我々の手元にそのオープンスコアが発表されきているんですが、お伝えしましょう。小国に対してロリガスカがこれどうでしょう、2対1ですね、はい、ただ1人40対36とロリガスカがフルマークで4ラウンド終了時点で小国をリードしているというジャッジメントもあります。アグレッシブあの部分で取ってるんでしょうね。そうですね、はい、改めて36対40でロリガスカがヒットポイント、その後39対38、39対37で2人が小国側に優勢とつけています。ここまで2対1、判定は小国には現状は優勢ときています。中盤の第5ラウンドに現在入っています。
上さん、はい、またコーナーチャンピオン小国陣営です、うん、今できるボクシングはできているから迷うなとのいう指示でした、はい、変わったコーナーガスカ陣営です、プレスをどんどんかけていってガードを上げろそしてアッパーだという指示でした、うん、以上です、はい、右のストレートしかし返す右の強烈な、まあ、パンチがありましたロリガスカですすり回しますね、今のアッパーすごいですねいや序盤から宮崎さんもそして城島さんもお話しされていましたけれどももうあまりこう判定のことではなくて仕留めに行こうとそのパンチありますね、はい、これただ宮崎さん、まあ、同じボクサーとしてここまで振り回してくるとスタミナ面でもかなり消耗するものあるかと思いますけれどもそうですよね、当たってくれれば別なんですけど、空振ってる部分もあるんでそうですねだいぶ疲れてくると思うんですよね、うんうんとなると逆にそれを受けている小国選手というのは頭の中ではこうどんな風に考えてくるものなんでしょうかどうなんでしょうねどう今はどう考えているのかわからないんですけど、うん、ここをしのげばとは思ってると思うんですよね、はい城島さん、はいまあ、これだけ打ってくるわけですから小栗選手もこう後々に相手が疲れてきたところを狙いやすくなりますよね、まあ、そして下を丁寧に叩いて、少しずつこうスタミナを削いでいくというか、はいまあ、やっぱり前の試合のあれなのか小栗選手がワンツーの時にこう必ずガスカさん上のガードを固めるんで、今も右を下に持ってきましたから、はい、さっきチャンピオン宮崎さんおっしゃったように、うん、今下下と言っておいて、いつかどっかのタイミングでその彼の一番いいパンチですね、右をまっすぐ伸ばすワンツー出るかもしれないですよね、はい、ナイスボディですね下のボディです、まあ、空いたところをしっかりとボディ捉えそして上下の内分け時折顔面も狙う布石を打ちながらの小国のボクシングここで第5ラウンドが終了していますあくまでオープンスコアによる判定の第4ラウンド終了時点での結果ではありますがここまでは2対1と小国が優勢とつけた中でもちろんその声は選手には届いていますその判定結果が選手に届く中で赤コーナーチャンピオンの小国がロリガスカを相手に優位に試合を進めているようですただ宮崎さん、はい、ジャッジメントによってはこのロリガスカのいわゆるアグレッシブさを取るという部分もありますから、はい、まだまだ分かりませんね。そうですね。城島さんはどうでしょう中盤以降の戦いぶりというのはどんな風に期待していきたいですか。そうですね、まあ、ペースとしてはいいと思うんですけれどもやっぱりジャッジが一人フルマークを、うん、挑戦者ガスカさんにつけてるっていうのは、あれですねやっぱアグレッシブなを取ってるっていうのはちょっと陣営頭の底に残るでしょうね、うん、これからのラウンドを重ねるのに、はいラウンド6太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチの12回戦ですチャンピオンの小国幸則にとって3度目の防衛戦対戦相手はタイトルを獲得した時の相手です前チャンピオンのフィリピンロリガスカですそのタイトルマッチ1年前に行われました同じ神戸三宝ホールのリングで行われています小国にとってのリターンマッチそしてロリガスカにとってのリベンジマッチです頭から今行きましたそうですねちょっと注意が与えられます計12ラウンドこれがちょうど折り返しの第6ラウンドちょうど中盤に入っています宮崎さんどうでしょう、はい、ちょっとロリガスカのこうアグレッシブさというのは少し収まってきたかなというふうにも見えるんですが実際いかがですかいやでもやっぱり、はい、オグリのパンチが効いてきてるこ、はい、もありますよねなるほど、はい、ボディがやっぱりちょっと地道に効いてきてるのが、うん、ところですねはい城島さん、はい、これは宮崎さんのおっしゃっていたまさにボディ後々効いてくるという表れなんですね、まさに小国選手の試合を見ていると、左というのが一つのあれ課題というふうな感じでおっしゃってたんですけど、ここ何戦か見ていると今日の左ボディもそうですし、はい、やっぱり大橋選手とかセレ選手とか強い選手とやっていく中で、まあ、右以外のオプションですよね、うんうん、それがどんどんこう整いつつあるのかなという気がしますね、はい、前の試合ではあんな綺麗な左ボディ入ってなかったですからね、まあ、怪我をしていてフックアッパー打てなかったっていう、はい、左ボディです。このボディが効いていきます。しかしそのボディを受けた後にかなりの大振りでした。ボディが加わったちの小国選手の戦力として、はい、より厚みを増した感じがしますね、はい、あ、ナイスリナッパーです。
ガスカも強烈なボディです。まあ、オグリももうちょっとリードしっかり出して足使えば、はい、あんなに顔腫れることはないですからね。空振りさせるんで。そうですね、はい、まあ、今も受けてしまいました、はい、オグリです。確かにそうですね、ちょっとまあ序盤は付き合ってしまうという表現がありましたけれども、確かこれも右、そして右アッパー、森ガスカ挑戦者、さすが前チャンピオンです。しっかりバック入れて、ああいうのはかわさないと、上に行けば行こうと、もっとパンチも持ってる選手もいけるので、やっぱり致命傷ですよね。まあ、現在チャンピオンではありますが、ただ今後を見据えるという意味でも大事な戦いになっています。小国幸典、第6ラウンドが終了しています。ご覧のように顔が真っ赤に腫れ上がっています、チャンピオンの小国幸典。まあ、正直一度やっている相手は嫌ですねと話していた小国幸典です。まあ、ガスカは思ったよりもジャブがうまくて、それでも前回の試合でダウンが取れたことは非常にラッキーだったと小国自身は前回のタイトル戦を振り返っています。正直対策はないと、もうしっかり自分自身がスタミナを作って自分の力を底上げしていくというイメージですと話していた小国幸典です。一方挑戦者のロリガスカです。これ左の人はアラビラモア、日本のリングにも上がって活躍した、ああそうですか、今アラジムのチーフのトレーナーしている方ですね、はい、あの世界ではあのリカルド・ロペスというすごい、あのラスベガスで負けたんですけど、まあ、伝説的なロペスの左アッパーすごかったです、すごかったんです。ロペスが芸術的なんで、そうなんですよね、サウスポーのビラモアに対してロングアッパー一発で倒したっていう、まあ、その時のビラモアさんが今セコンドを決めますから、はい、まあ、名選手に名トレーナーありとはよく言ったもので、はい、まあ、その実力ロリガスカ、今日の宮崎さん、このロリガスカの戦い方というのはもうとにかくこう果敢に、そうですね、好戦的にですよね、もうパワフルですね、そのパワフルな右のパンチ、そして左、ここでリードなんですよ、ずっと、もう休み回してすぎっていうか、うん、この合間にしっかりジャブを突くことで相手も疲れてくるんですよね、はい、確かにそのリードジャブというのは少ないですよね、少ないですよね、今日は、はい、少ないですね、確かに、本当にリードが当たれば右が自然と当たってくるんで、はい、しっかり出してほしいですね、はい、右のショートパンチ、しかしすぐに返します。大胆にという表現が当てはまっているかもしれません、ロリガスカのボクシングです。オーモーションで左を出しました。ガスカ選手も相当トレーニング積んできたんでしょうね、はい、フィリピンでアーラジムってちょっと有名なジムなんで、そうですね、小国選手も一度トレーニングに行ってますし、はい、その時はまあアラジムってスターボクサーがたくさんいるので、その中の一人の AJ バナルっていう選手とスパーリングしてましたね、たまたま僕その時いたんですけれども、あそうですか、なんか右のカウンターでダウンを奪ったっていうシーンを見ましたが、それまではほとんどパンチが当たらなかったって言ってましたけど、そういう強い選手がいっぱいいる、まあ、フィリピン一の名門と言っていいジムですね、はい、右のボディです、ナイスですね、はい、このボディを、まあ、随分と相手にヒットさせてはいるんですが、ただガスカのボクシングどうですか、宮崎さんも、はい、アラジムの選手と押されてますよね、はい、一回指名試合で、させてもらいました、まあ、その時もやはりロリガスカ選手のような強い相手でしたが、どうですかね、まあ、僕が強すぎたんで、そうですね、あの試合は一方的というか、宮崎さんの大変失礼しました、愚問でした、疑問でしたね、あらはマンショーマンショーですね、マンショーがアラの2人でしたね、でもその時は僕が不甲斐ない軽量をちょっと一発目、はい、ミスで、はい、ちょっとスカイエーさんにちょっとお世話、はい、そうですね、踏み込んできますロリガスカ、本当ひだが多いですね、ラウンドが進んでいきます。
そんな中で小国がこのロリガスカを相手に前回対戦した時とはまた違ったこの強さを感じているでしょう。どうでしょう宮崎さん、改めてこう序盤に今付き合うという表現されましたけれども、はい、例えば先ほどのようにこうリードジャブが打てなかったり、はい、というのは何がこうそうさせてるんですかね。ガスカの勢いですかね、どうなんでしょうね、うん、なんか6ラウンドにこうボディが効いて少し動きが落ちかけたんですけれども、はい、7ラウンドちょっと森選手手数が減って、はい、またガスカ選手の手数が目立つ展開になりましたね、うん、はい。ただロリガスカも序盤から攻め続ける中でどこかスタミナ面での苦しさというのも出てくるかもしれません。東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチの12回戦です。第8ラウンドに入りました。強烈に右ボディを浴びせますロリガスカ。今度は右アッパー、そしてフックです。相手の画面を捉えます。今なんかオグニが今やっぱ打たれて打つっていう、もうその繰り返しなんで、今度自分が仕掛けていかないと、ここも打たれてから打つ、はい、狙ってリターンで狙って打つとかじゃなくて、はい、打たれてガードして次俺の前やっていう、なんかもう1テンポ遅れてるんですけど、はい、確かに宮崎さんのおっしゃるように城島さん、はい、ちょっとこう後手後手に回っているというのが否めないですね。でもナイスプレーです。左です。しかしすぐに左で強烈に返す。ナイスですね。やはり宮崎さん、はい、先手先手でいくというのは重要なんですね。重要ですね、自分から仕掛けてやっぱりその駆け引きっていうのがボクシングは大事なんで、はい、どう出るかっていうのをもっと1ラウンド1ラウンドこう試合の組み立てっていうのは難しいんで、はい、ちょっと今は単純になりすぎてますね。その先手先手でいくためにはどうでしょう、何を改めてしていけばいいんでしょうか。小栗選手というのはやっぱり僕たちはアマチュア上がりなんで、はい、足を使ってほしいですね。元からこうやって止まって、うん、なんか打つような選手じゃないと思うので、しっかり間合いを取って、はい、しっかり自分からリードついて試合運びをしていくっていうのがやっぱり相手もやりにくいと思うんですけどね、はい、そっちの方が、うん、ちょっとまたボディを受けています小国です。アマチュア時代にはそれこそ宮崎さん、まあ、対戦経験がある小栗選手ですよね、はい、その時の良さというのはやはり足を使うことというのもあったわけですか。そうですね、まあ、僕と、ね、小栗では全然身長差が全然違う、はい、まあ、たまに届かない場所とかもあったので、そのバランスが取れてて、うん、はい、僕はまあイケイケの方だったので、はい、さっき今左フック良かったですね。そうですね、はい、ボディに打ってたのを上に返して、今このタイミングはもうダウンが生まれるシーンですね。僕は、うん、ただその後のパンチなかなか奥に出ません。さあこの第8ラウンド終了時点でこの後オープンスコア8ラウンド終了した時点での判定結果が我々耳に届くんですが、さあ序盤とそして中盤ではどう試合が動いたでしょうか。チャンピオンの小国幸典、何かこうペースをつかみきれない中で気づけば中盤が終わっています。東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦、神戸参謀ホールからお送りしています。宮崎さんはもうちょっと足を使ってというお話がありました、はい、バック入れて合わせた方が持ってくれ、ダウン取りやすいと思うんですけど、ね、1人のジャッジが77対75、ガスカ選手のリード、2人のジャッジがそれぞれ78対76、79対74、2人のジャッジは小国選手がリードしております。改めて場内発表がありました。1人のジャッジがロリガスカに77対75でロリガスカ優勢とつけてはいるんですが、依然小国が判定2対1でここまではリードしています。78対76と79対74、
小国がジャッジ2人の優勢を獲得しています。一方ロリガスカ優勢とつけているジャッジもいます。さあこれを受けて宮崎さん、城島さん、はい、終盤というのはどんなふうにこう予想していかれますか。まず宮崎さん、このままいけば、はい、まあもう勝ちかなと、うん、判定ではですよね、はい、ええ、小国が、はい、ここで試合をもっと早く決めるのであれば、はい、あの右ストレート出す前にしっかりフェイントをいつも出してるんですよ、下に、はい、それが今日全くなくてフェイントが、はいはい、単純に打ってる感じするんで、はい、もっと冷静になってくれたらね、試合がもっと動いてくると思うんですけど、はい、さあ城島さん、はい、城島さんはいかがでしょう。そうですね、あの4ラウンドまでフルマークだとジャッジも2ポイントまた小栗選手につけてるので、シャル流れとしてはいいと思うんですけれども、あのここ何戦かの序盤に右でビッグラウンド作って、はい、その後ペースを握るっていう試合を続けましたから、うん、今日は違う流れですよね、はい、その中で宮崎さん一人にこうウィニングショットの右をどういうふうに打つかっていうのをちょっと見たいですよね、はい、まあ、宮崎さんともに、そして城島さんともに右のパンチがありましたが、宮崎さん、やはりその右のパンチを出すためには左をいかについていくか、はい、今のジャブですよね。そうですね、今日は少ないですね、本当、うんうん、ボディは比較的多いんですよね。そうですね、城島さんいかがですか、はい、この前あのセレセの後インタビューさせてもらった時に、はい、あの時っていうのは左打たずにいきなり右で飛び込んでダウンを2ラウンド奪ったんですけど、ありましたね、まあ、それを聞くと、うん、まあ、セレ選手の非常に反応がいいので、はい、ジャブを打つとそのジャブに合わせた頭の位置を動かすので、右が当たらないと、はい、じゃあジャブを捨てていきなり右で飛び込んでみるっていうとっさに思ったらしいんですよね、うん、2ラウンド序盤で、まあ、それがハマって、まあ、当たったんですけれども、はい、いろいろ考えて、じゃあ今日考えてる余裕がねどうなのか、ガスからボディがあってくるので、はい、ええ、確かにこうそれに応戦しながらいい、まあ、ボディを叩いていくっていう、うん、確かにそうですね、前回のセリオ相手に2ラウンドでダウンを奪ったのは意図してのジャブなしのパンチでしたよね。宮崎さんおっしゃったように目線を一回下に落として、そのジャブを打たないんだけども、はい、目でフェイントして右を、うん、今一回やっぱ顎を見ましたね、はい、あ、ナイス、あ、そして右のフック、ロリガスカ、空いたところボディ隙あらばと打ち込んでいきます。僕やったらもうガードせず絶対パンチ外すんですけどね。宮崎さんのファイトスタイルは本当そういう意味では、ええ、ボクシング知らない人でも、はい、見たらこう何でしょうか、まあ、身体能力とかセンスというか、ええ、本当に宮崎さんガードだけじゃなくてボディワークでそれが近い距離でもかわしたりしますから。そうですね、一般の人が見たらえっと思うような感じのボクシングされますから、うん、まあ、ですからその宮崎さんのスタイルのように小国選手もできる部分は今でありますよね。 あります、ただちょっとそれがなかなか見られないという今日の小国です。少し頭が今日は硬いですね、本来どうですか、性格としてはその今頭が硬いという話ありましたけれども、はい、どんな性格だとこうお話もされたことあるかと思いますけれども、結構陽気なやつですけど、ね、普通のね、もうリンから降りた普通の僕ら同級生っていう、もう普通の男って感じなんで、はい、非常にこう気さくな性格という、ね、印象もありますが、はい、小国幸則選手、放送のゲストにこの小国チャンピオンと同級生でもあり、そして同じく東洋太平洋のタイトルホルダーでもあります宮崎亮選手のお話、さらにはスポーツライター、ずっとこの小国選手の試合もご覧になられています城島満さんのお話交えてお送りしています。ましてや小国選手と、そして今日解説の宮崎選手は高校時代にも対戦経験が終わりです。宮崎さんは広告高校でインターハイ優勝、そして小国選手はといいますと、こちらもインターハイで3位と、ともに高校時代からその実力を発揮してきた、まあ、アマチュアで実力を培ってきた、そしてプロ入りしたという意味では同じ立場ですよね、はい、そこからこう積み上げてきたものいろいろあるかと思いますが、あ、ちょっとここで、あ、ロリガスカが大丈夫ですね。改めてファイト再開です。10ラウンドに入っています。まあ、今日の試合も含めてずっとご覧になられている
宮崎さんですが、この小栗選手のどうですか、その成長の著しさというのはどんなふうに感じらっしゃいますか。でも今日の試合見る限りでは、はい、せっかく成長してきて、もう止めてる感じしますね、うん、今日はちょっとこう今までとはまた違う状態なわけですね、はい、北野さん、はい、先ほどロリガスカ選手ヘディングの反則で減点1となりました。あ、なるほど、ヘディングですね。まあ、こういうふうにこう頭をぶつけるという行為は城島さん反則ですからね。そうですね、頭からあと手が遅れてくるという感じの打ち方をすることがあるんで、ガスカ選手、ナイスです、いいのボディです、ナイスです。第10ラウンド残りまもなく1分を切ります。城島さん、はい、中盤に来てはいますけれども、ロリガスカの動き、まあ、先ほど反則はありましたが、はい、動きそのものはいかがですか。そうですね、あまり変わらないと思いますけど、やっぱり最低オープンスコアで負けてるので、はいはい、この後どんな攻撃を仕掛けてくるのか、うん、今までだとダメなわけですからね、この後どんな引き出しをまだ持ってるのか、はい、どうかですよね、うん、ただ荒いのは変わらないですけど、何かあるようにはなかなか見えないですけど、まあ8ラウンドを終えて今10ラウンド目じゃないですか、はいはい、そうですね、それでこのもうずっと1ラウンドが一緒の動きなんで、そうですね、もう多分限界だと思います、うん、まあさほど大きな変化というのは残す2ラウンドにおいては起こらなさそうという読みでいいですかね、はい、そうですね、まあ、現状8ラウンド終了した時点で判定では2対1とポイントでは小国がリードしています。第10ラウンドが終了しました。お互いにかなりのスタミナ消耗もあることでしょう。残すラウンドあと2つです。思った以上に苦戦してますね、はい、前回の対戦が11月の3日同じくここ神戸参謀ホール東洋太平洋のタイトルマッチ、その時にはチャンピオンがロリガスカ、そして挑戦者が現チャンピオンの小国幸典でした。小国にとってはプロ7戦目で初のタイトル挑戦、そして初のタイトル獲得、ただ試合前に肋骨を折り練習があまりできていなかったと聞いています。それでも5ラウンドに右ストレートでダウンを奪い、そして判定で勝利。その右ストレートを宮崎さん見たいところなんですけどね。そうなんですよね、僕も今日ね KO 見に来たんでその思いでおそらく、ね、座っていらっしゃるかと思いますが、はい、ここまでタイトル挑戦の試合とそして防衛の2試合、タイトルマッチでは全てダウンを奪ってきた小国です。城島さんも同じく、はい、鮮やかな右ストレートを見たいなという思いだと思いますが、そうですね、その3戦全右で本当ビッグラウンド作ってますから。そうですね、まあ、でも相手も小栗選手の右というのはもちろん研究をするでしょうから、はい、警戒研究するでしょうからね、はい、なかなかそこでどう当てるかというのは、うんうん、まあ、逆にそれを意識させるだけでもなんでしょうけどね、はいはい、田野さん、はい、チャンピオン陣営です。スローペースで仕掛けて相手が止まったらテンポアップしていくとの指示でした、ええ、代わってガスカ陣営です。とにかくプッシュ、プレッシャー、プレスをどんどん与えていけという指示でした。以上です。右、はい、強烈なボディ、挑戦者ロリガスカです。スローペースから相手が仕掛けたらテンポアップ、宮崎さんはどうですか、このこう戦略というのはどんな風にこうお聞きになりますか。どうなんでしょうね、うん、僕的にはもう、はい、しっかり反応してもう打ってきた時点で、しっかり反応して僕は打ってほしいんですけど、ね、はい、抜いて、ガスカ選手多分うちのパンチ弱そうなんで、ね、海外の選手って僕的にはまあ、はい、フックとかそっちのパンチよりかはストレートのパンチの方が弱いと思うんですけど、ね、なるほど、うちの、ちょっとそのうちのパンチというのは確かにこの試合を通じては多くはないですよね、はい、どうですかね、うちのパンチの方が秘めたもん持ってるんですよ、うん、
またあのセリ戦の話に戻すと、はい、あの右でダウンを奪ったんですけど、はいはい、あの右も少しなんか本人の感覚では開いて打ったっていう、ああそうですか、本当ミリ単位なんでしょうけど、ほうほう、高いレベルになると、本人はそう言ってましたね、はい、もしその開かずに打ってれば、はい、そのまあ、セリ選手ダメージありながらも立ち上がってきましたけど、もう本当10カウント効かせるぐらいだったんじゃないかっていうのを本人は言ってましたけど、はい、なかなか僕らにわからない、その本当ミリ単位開く開かない、本人がそういうふうに分析してましたから、はい、まあ、そういったあたりはまさに今今日ゲスト解説の宮崎さんがもうミリ単位というレベルで、宮崎さんはね、東洋太平洋のタイトルを取られ、そして4度の防衛を重ねられていますから、そういった緻密なもんなんですよね。そうですね、まあね、やっぱり、次は東洋ってやっぱ次世界やろうかって思うのであれば、やっぱり、もう常に試合内容問われてくるんですよ、はいはい、なんかもっとね、この今オグリもちょっと今、今日は正直僕の中ではダメな試合なんですけど、ね、ただまだ残り1ラウンド残っています。期待はかけていきたいオグリユキノリ、ロリガスカを相手にこの最終ラウンド、どんなボクシングを見せてくれるんでしょうか。残すラウンドあと1つです。東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦お送りしています。赤コーナーの小国幸典対青コーナーフィリピンのロリガスカ、両者は一度拳を交えています。今から1年前、ちょうど1年前の去年の11月、同じくここ場所は神戸参謀ホールです。その時には赤と青コーナー入れ替わってチャンピオンがロリガスカ、そして挑戦者が小国幸典でした。チャンピオンとして2度の防衛にここまで成功しています。その2度の防衛は過去2度いずれもダウンを奪った、非常に充実した内容の防衛戦でした。ただ今日は再戦となったこのロリガスカを相手になかなか思うようなボクシングができていないようです。小国幸典、最終第12ラウンドに入っています。宮崎さん、はい、もう最終第12ラウンド、改めてこの期待する部分というのを教えてください。 KO KO 一言一言ですね、そうですね、城、はい、島さんどうですか。そうですね、どうしてもここ3試合の残像が残ってるので、ああいうシーンを見たいと思いますよね。そうですね、まあ、過去3度のタイトルマッチでいずれもダウンを奪っているこの小国幸典、でも前対戦した小国さん確か東洋ランキング15位ですけど、多分日本ランクにも入ってないぐらいの7戦目で、そうですね、そこから考えるとこの3戦でこの地位にいるっていうのは、はい、本当宮崎さんの世界というものを意識するレベルになるというのはすごい成長度ですよね、はい、その心境著しいチャンピオンの小国幸典、チャンピオンという貫禄も漂わせる中で、逆に前チャンピオンの意地ロリガスカが、そうですね、意地ですね、やっぱりね、よほど悔しかったでしょうからね、そうですね、同じ会場でベルトを失った時は、はい、うん、最初の1戦目って、はい、ガスカ選手はやっぱりチャンピオンボクシングしてきたんですよ、余裕を持って、そうですね、序盤おとなしかったですよ、おとなしかったですよ、ね、でもやっぱりね、やっぱこの2戦目すごく1ラウンドから獣のように襲いかかったんで、気持ちは見ましたね、はい、これがまさにそのチャンピオンと挑戦者の気持ちの違いであり、はい、王者の風格を漂わせながら戦うボクシングとはまた違ったスタイルで来てるわけなんですね、はい、もう今やその王者に歯向かうまさに猛者です。そうですね、王者のようにそのベルトを奪い取ろうと襲いかかるロリガスカ、その威圧感を感じているでしょう、リング上のチャンピオン小国幸典です。最終第12ラウンド、残りまもなく1分を切ります。強烈な右、そして左、肘が赤くなってますけど、はい、本当そうですね、宮崎さんにご注意されてもちょっとやっぱり、オープンというか、あのピンタですね、そうですね、ちょっと平手に近いぐらい、確かにもうかなりの、まあ、オープン気味のパンチが多い中で、ああ間もなく残り30秒を切ろうとしています。東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦、今やチャンピオン小国がその意地を見せたい。神戸参謀ホールのリング上、小国コールに包まれています。1年前に奪ったタイトル、その相手が目の前にいます。チャンピオンとして
その意地を見せたい挑戦者ロリガスカに対して最後は打ち合う。試合終了のゴングが鳴りました。もろ手を挙げてまず先にガッツポーズを作ったのは挑戦者ロリガスカ。軽い抱擁の後に静かに赤コーナー戻っていったチャンピオンの小国幸典です。8ラウンド終了した時点では2対1とポイントでは小国が優勢ではありましたが、しかし果敢に攻め続けるロリガスカのそのスタイルは変わりませんでした。試合は判定結果を待ちます。まあね、やっぱり僕に勝った選手なんでね、うん、はい、こんなところで負けてやれないです。そうですね高校時代には2度宮崎選手を任した宮崎選手に勝利している小国幸典。喧嘩やったら負けないですねまたそれとは話は別ですからね、はい、さあ小国は今どんな心境なんでしょう。ちょっと首をかしげるそんな仕草がありました。それでは判定結果です。 OBBF 東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ最低の結果を発表いたします。ジャッジフィリピンエドワルド・リガス114対113、ロリガスカ。ジャッジ日本野田正弘116対112、小国幸典。ジャッジ韓国ファン・スンチョル116対114。以上2対1スプリットネーションにより勝者 OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオン小国幸典。初めてタイトルを奪った思い出の地神戸三本ホールでリベンジに燃えるロリガスカを相手に見事なリターンマッチ、勝利した小国幸典3度目の防衛成功です。ただ小国にとっては苦しい苦しい試合でした。改めて腰に巻かれる、いや失礼、これから今肩に巻きつけられたこのベルトは小国にとっては安堵のベルトと言っていいでしょう。ほっとした表情を一瞬浮かべた小国幸典です。東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦神戸三本ホールからお送りしてまいりましたが、宮崎さん、はい、改めて非常にこう苦しい戦いだったかなと思いますが、振り返っていかがですか。チャンピオンたることを、まあ、でも、ね、これからは、ね、まあ、本当にいい経験だと思うんで、はい、これからもっと強くなっていくと思います、うん、掴み取った再び巻かれたこのベルト、城島さん、はい、改めてこの試合を振り返りながらどんな思いですか。そうですね、今手挙げましたね、やっぱり防衛したことに意味がありますし、勝ちました、やっぱりこうセリア選手に勝って世界が見えてきたところで、はい、1回勝った相手に再戦というのは非常にこうモチベーションも含めて作っていくのが難しかったと思うんですけれども、うまく乗り切ったと思いますね、それともうこれまで